ブレイブベスペリア順調に航海中だね。でもどっちの方向に向かっているのかが私よくわからないわ。周りが霧だらけって感じ。いいんじゃねえのか、鬼が出るか蛇が出るか。無計画というか無軌道ね。でもそれはそれで楽しみかも。目の前にすごいお宝が現れたりしてね。カロル先生はすぐびっくりするのにそういうこと言うんだからな。僕はびっくりするのが趣味なの。旅はびっくりしてこそ価値があるでしょ。それはいいわね。じゃあこれはこのままで行きましょう。